はーいお疲れ様です元つですす今回のお話なんですけどあの牧こ氏が大炎上してるぞーっていうようなそんなお話になるんですけど牧、まあ、こ氏といえばね元光も動画で何回かお話してるんですけどプラスマイナスの岩橋氏からエアガンで撃たれたいじめされたみたいな感じの暴露されて、まあ、取り乱したような、えー、ライブ配信をしてですね反論とかしてたわけなんですけどそのうちですね今回のその事件に関わったんじゃないのか と言われている宮川大輔氏まあその人との写真っていうのをねインスタグラムから削除してるぞーっていうのがね明らかになってたんですよねまあ、それについて言い訳をしてるんですよ巻き起こしがねまあ、ただですね他にも過去にヤバい発言してるぞみたいなね韓国について言及するときおかしなこと言ってたぞみたいなねことも、えー、発掘されたりだとかどんどん炎上がでかくなっていってるわけなんですよねでねさらにメディアがですね もう無理やり巻き起こしを擁護するようなそんな記事まで書き始めたぞみたいなね話題になってるんで今回その件についてね見ていこうかなと思います本水のチャンネルでは自陣ス系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで巻き起こしといえば今回の事件に関わったとされる宮川大輔と仲良さそうにしてるでこの写真をですねインスタグラムから削除してるぞっていうふうにね言われたわけですねまあこれ2015年ぐらいの話な なのに、今更この写真をね、なんか削除してるっていうことで話題になってたわけなんですけど、まあ、それについてね、自分で回答してるんですよね。まあ、それがこちらの記事にも書かれてるんですけど、牧陽子、宮川大輔とのツーショット削除は、インスタ整理してただけと説明、元プラスマイナスの岩橋のエアガンで撃った暴露にも反論してるぞということで、まあ、要点だけ見ると、ここですよね、インスタを整理してただけだって言ってるわけなんですよ。ささっき見た写真がもう今、ね、削除されてると という状態なんですけどちなみに削除されたツーショットの前後に残されている投稿の日付は9月10日と10月8日だったと、で、岩橋の暴露投稿の直後だっただけに宮川とのツーショットの削除にはさまざまな憶測が飛び交ったが、マキはこれについて25日のスレッズでいや別に本当に何の意味もなくインスタ整理してただけなんでと説明したということなんですよね。いや、ちょっと とさ言い訳が無理があるかなと思うんですけどこちらがその通りなんですけどいや別に本当に何の意味もなくインスタ整理してただけなんでっていうことを言ってて、まあ、このタイミングで2015年の写真を削除するっていうそんなインスタ整理やるって <laughs> ちょっとあまりにもね不自然すぎるんで、まあ、こんな言い訳をして終わらせてるんですけどさすがにこんなの誰も信じねえぞみたいな感じなんですよねそしてまあ他の別件もね発掘されたりしてて ですね、2023年11月9日独学で歴史を勉強日本人で恥ずかしい韓国に謝罪したいみたいな言葉で発信してたみたいなんですよねまあその記事がこちらにあるんですけど11月9日牧陽子が韓国メディア王ーのインタビューに登場そこでインタビュー内容がネットで物議を醸しているということで牧といえば過去映画で。 11月。 11月9日、牧陽子が韓国メディアオーセンのインタビューに登場そこでインタビュー内容がネットで物議を醸しているということで韓国のメディアでインタビューに答えている内容なんですよね牧といえば過去映画「パッチギア」や「焼肉ドラゴン」に在日韓国人役として出演していました今回のインタビューではこれらの役に挑戦した理由について聞かれると実際に起こったことを日本社会に知らせたいという使命感があったと告白また牧は独学で 日韓の歴史を勉強したと明かし、過去のことを謝罪したかった、私が日本人だという事実が恥ずかしかったなどと語ったのですということで、まあ、これちゃんと勉強してたら、こんなことにはならないと思うんですけどね、まあ、ここら辺の日韓の関係を、ね、話し出したらきりがなくなってくるんで、ぜ、ま、ひ、あ、調べたりしてもらえたらなと思うんですけど、日本はちゃんと話をね、韓国と終わらせてますからね、この話。だが、日韓の歴史認識に関してはそれぞれ相違があるため、 今回、韓国寄りの発言をしたバキに対しネットでは、理法を悪く言う前に、その独学に間違いはないのか、ちゃんと調べて発言すべきだとか、韓国の言い分だけが書かれた本を信じるのは危険。 日本の認識と照らし合わせた上で判断しないととか、まあとにかく批判殺到してたわけなんですよね、この時まあ日韓の歴史認識にそれぞれ相違があるって書いてますけど、相違じゃないからね、わけわかんないことを言ってる人たちがいるということなんですよね。そしてその言葉通り、巻き起こしもわけわかんないことを言ってるわけなんですよ。まあめっちゃわかりやすく言うと、コラボの二頭さんみたいなあっち系のことをね発信してるということなんですよね。まあそういうのも発掘されて、やっぱこいつやべえやつじゃねえかーっていうことで言われてるわけですね。 クタの指示通りにしゃべるから波紋が広がる本当に歴史を勉強したのなら日本にお礼を言うのは韓国だぞっていう風にねこの人も指摘してたりするんですよね、まあ、そんなあっちょりのね発信や思想を持ってるぞっていうような人であるんですけどこの人をですねなぜかメディアがめちゃめちゃ擁護しようとしてるんですよねこちらの記事になるんですけどセクハラ発言にエアガン疑惑無類派女優の牧陽子が令和の時代に生きづらい理由っていうことで、まあ、今回エアガン疑惑 のの疑惑が出てて令和の時代には生きづらいみたいななんでなんだーみたいなのを記事で書いてるんですけどいやいやエアガンはどんな時代でも人に打っていいもんじゃないからね。 うん、なんかむちゃくちゃな用語の記事があるんで、ちょっとサクッと読んでいこうかなと思うんですけど、ちなみにこれ、あえら .com のね、えー、ニュースになるんですけど、あえらといえば朝日新聞系の記事になります。で、2月18日放送されたバラエティ番組、誰かと仲居での発言やエアガン疑惑が物議を醸し、渦中の人になっている女優の牧陽子。同番組で牧は憧れの人だという俳優の新田真剣佑と対面したが、顔を合わせる前に、新たの魅力について、 なんだろうエロいんですよねとか41歳にして初めてはませられると思ったとセクハラとも捉えられそうな際どい発言を連発 SNS 上では男女逆ならただのセクハラなど厳しい件が相次いださらに同番組放送中にマキが行ったインスタライブでの寄稿も話題に番組での発言が X で話題になったことをリアルで知ると番組を見るなよと泣き出すように絶叫して取り乱しぬいぐるみを叩きつける場面も そんな薪の姿にドン引きする視聴者の投稿が相次いだって、まあ、その映像がこれですよねこんな感じでうわふざけんなふざけんなってピーポックを叩きつけるようなそんな映像だったんですけどまあお酒酔ってたのかもしれないですけど、まあ、それでもあんまりにもひどい映像だなってなってたわけですねでそして同番組に関してはさらなる重大疑惑も発覚番組告知を見たお笑いコンビのプラスマイナスの岩橋が X 上で あ、俺をエアガンで撃った人だとコメントしそのうち一人がマキであったと暴露したのだこれに対しマキは TikTok ライブでエアガンやってねえんだよーと全否定真相はともかくライブでの物言いや態度には不快感を示す視聴者も少なくなかったマキといえばこれまで演技力が高く評価されてきた実力派女優だ中学卒業後中大主催の俳優養成所無名塾に入塾した後にデビューを果たしたその後は数々の作品で 存在感を発揮してきたが、ここ最近は立て続けに物議を醸す発言を繰り返しているということで、まあ、そもそもの性格に問題あるんじゃないってなってる状態ですね。で、破天荒だが正義感は強いと。マキはこれまでもその得意な行動が注目されたことがあります。例えば、2021年に放送されたバラエティ番組では、親友が彼女についてジャイアンみたいとぶっちゃけ、女優なのに広場で遊ぶのが好きと告白、夜の公園に集まって缶切りをして遊ぶことが好きで、時には牧は から仲間を集めてこいよと言われ、知らない人に声をかけて関係に誘っていたとかマキ曰く同心に帰って遊びたい時があり吐きそうになりながら本気で関係をするそうですまたマキは15年に離婚していますが不用品を査定するという情報番組の企画でマリリン・モンロが描かれた絵画を持ち込み元旦那からのプレゼントでもらったと説明共演していた唐沢から「持ってくんなよそんなもん」と突っ込まれていましたがこれも男女逆 の場合あまり印象は良くない行動でしょうということでまあかなり破天荒だということを言ってるんですよねそんなマキの行動に顔をしかめる人はいるかもしれませんが貧困法制差が求められる令和の時代においてはある意味マキのようなキャラクターは珍しいとも言えるダウンタウンナウでは実の弟であるマネージャーからのタレコミとして撮影現場で許せない人がいるとマネージャーに近づいて身元でボソッと「おいあいつボコってこい」と囁くというエピソード 紹介これにマキは冗談ですよとしつつ自分より弱いものに対して深く当たる人にすごくイラッとすると告白、まあ、その時の内容がこちらだと思うんですけどマキをこうダウンタウンの番組で何度も実の弟をねボコボコにした時自供するエアガン疑惑もかなり苦労に近いよなっていうことで、まあ、実際テレビ番組の途中でね本当にぶん殴ってやろうかって言葉使ってたりだとか、まあ、かなりやばい発信をしてるわけなんですよね、まあ、こういうい過去かからもかなりヤバいのは 伺えるんですけど、その時は男性の AD が後輩の女性 AD に対しきつく当たっていたことでイラついてしまったそう。一見破天荒だが正義感が強いところもあるのだということで、な、ま、ぜ、あ、か、なんかいい方向に持っていこうとしてるよね、記事が。恋愛に関する考え方も奔放だと。プライベートでは昨年8月に事実婚で再婚したことを自身のインスタグラムで公表。過去の発言を振り返ると、恋愛や結婚に関しても自由で柔軟な価値観を持っているようだって。事実婚に関して は契約運動は面倒なのでお互いの自由を尊重し合いながら長く一緒にいられたらという思いですと説明していましたまた昨年10月放送のバラエティ番組では14歳の娘からの彼氏が欲しいけど好きな人がいないという相談に好きじゃなくてもいいんじゃないとし自分のことを好きと言ってくれる男と一回付き合ってみればいいと答えたことを告白これに娘はそういう人間にはなりたくないという反応だったそうですがとまあ全く逆じゃんみたいなね、えー こうしたマキの性格について守りに入るのを恐れているところもあるのだろうと話すのは民放ドラマ制作スタッフだということで、ね、ドラマ制作スタッフが言ってて過去のインタビューでは身を削って演じる役の方が好きと答えていますどんな役も全部真剣だが簡単にできる役は所詮簡単にできる役で身を削ってやる方がやりがいはあるという信念があるそうですまた年齢を重ねても攻め続ける理由については守りに入る 方法が全くわからないといいと自分を守ってくれる人なんていないと思っていてだから攻めているように見えるのかもしれないと分析していました常に責めていないと気が済まないところがありそれが今のコンプライ意識に追いついていない部分があるのでしょうただ物事への柔軟性や正義感の強さなど魅力的なところもあるので感覚をアップデートできればオリジナリティあるキャラクターとして受け入れられると思いますということでまあ謎な用語に基づいて には思えちゃいますけどね、まあ、エアガン撃ったかもしれないだとかもう弟をねぶん殴ってたりするとかそういう話が本当なんであればガが,が強いこういう人なんだっていう話だけでは片付けれない問題だと思いますけどねサポートできるブレーンが必要だと芸能評論家の三杉は現在の牧の状況について周囲のサポート不足があるのではと述べるマキさんといえばコミケ騒動など過去にもちょくちょく炎上していますが本人に悪気はなく理解力不足など が原因でしょうといやここじゃねで今回のな誰かと中井の出演時の言動による炎上に関しても大ファンという憧れの人を前に興奮のあまり思わず口にしてしまっただけでしょうマキさんは男兄弟に囲まれて育ちファンの間では有名な無名塾の退塾エピソードを見てもサバサバしたまっすぐな性格でそれが人間的な魅力につながっている部分もあります過去の騒動もしっかりですが周囲に無用な炎上を避けるべくアドバイスを をしたりサポートしたりできるスタッフやブレーンがいれば状況もまた違ってくるのではないでしょうかって言ってるんですけどまあサバサバしてる、まあ、そういう風な人だからじゃあ、えー、若い男性に対してセクハラ発言をしてもいいとはそうはならないからね令和には珍しい無類派女優であるマキがこの逆境をどう乗り切るのか注目したいっていうことでこの逆境をどう乗り切るのかは みたいなななこんん記事が書かれてるわけなんですよいやちょっと待ってエアガンを撃ったっていうのが本当なんであればそれ逆境とかそういう問題じゃないからねまああまりにも無理筋す,すぎる内容でねこの記事は牧陽子氏を擁護しようとしてるんですよはあみたいな感じなんですけどもちろん批判殺到しててですね、まあ、いろんな意見を見ていくと男性が同じ発言をしたらマスコミ総出で叩き公開謝罪を求めるのに女性がセクハラ発言したら生きづらさになるんです、ね すごい時代ですってまあほんとそうだよねこれもし、えー、マキさんが男側の立場でもしね若い女性にテレビの中でセクハラしてたらもっとボッコボコに言われるわけじゃないですか全然違うじゃんってなんじゃそれってなりますよねとか他には日本を貶としめることに加担する芸能人は徹底してメディアが守ってくれるっていうことでね韓国の話もなぜか日本人として謝りたいみたいなことを言ってるわけでしょちゃんと勉強しろ,ろって感じがしますからね メディアが擁護してくれてる日本を真剣に守ろうとしている人間は徹底的に攻撃される自民党の杉田美代議員のようにねメディアが日本の敵なんです敵の言うことを信じていたら日本は終わるぞーっていうことをね言われてたりしますねもうメディアがむちゃくちゃなことを言ってるぞーととか他には男が女にセクハラするならガソリン加えるみたいに炎上させてバカみたいに有責にするのに女が男にセクハラしたパターンは女を を有責逃れさせるるに誘導する女が社会責務を放棄有跡逃れ他責することを許したがる日本人の悪い癖とか男女不平等な風土はマスメディアが全部作ってんだっていうふうに言われてますね、まあ、確かにそうだよね、まあ、メディアがどういうふうに発信するかで全然変わるわけであってそんな中なんでこれが問題視されないのっていうとこうプラスむしろゴリゴリ擁護しようとしてる記事ですからねそれはこういうふうに 言われますよねとか他にはおじさんという言葉は問題がないのにおばさんというと女性蔑視だという反応があるのも常々非常におかしいと思ってる、まあ、確かにそうだよね。 おじさんっていうのがね別に問題ないんであればおばあさんも問題ないからね先日麻生氏が上川外相をおばさんと言ったら問題視されたがおばあさんの年齢の人をおばさんと言ったのだから問題視する方がおかしいぞっていう風にね言われたりもしますねまあ明らかに問題発信をして逃亡とかしてるのは巻き起こしのはずなのにメディアはゴリゴリ擁護し始めるということですねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思いますも チャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。